パリーグ、日本ハム5、3ソフトバンク、19回戦、ソフトバンク11勝7敗1分け、25日、エスコン、日本ハム伊藤博美投手、26、が5回を5安打3失点にまとめ10勝目、4敗、を挙げた。4回まで無失点投球も5回にシュートを、川瀬に連続的自三塁打を浴びるなど3失点。2年ぶり3度目の2桁勝利をマークしたが、 自分で勝ったという感じが全然ないと満足する様子は一切なし4年目の今季、初の開幕投手も務めた右腕は支給から連打を許してしまったことを反省して次に活かしていきますを自戦を見据えた